はなんと大分から源流大先生が来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうすいません、アポなしで今日来ちゃって、すいません、本当に。もう震えて、いや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 、もう今日、はい、東京ちょっと来たから、はい、前から YouTube されてるの知ってたんで、はい、まあ、ぜひ一回ちょっと会ってみたいなと、はい、お会いできたらお会いしたいなと思ったところ、はい、まあ、YouTube まで一緒に撮らさせてもらって、はい、本当にありがとうございます。で今回はですね、源流先生に何か技を教えていただけるっていうことで、はいはい、今回は20段を改善するやり方、はいはい、これやっていこうと思います、はい、いろいろもう技って小顔ですね、する方法ってたくさんあると思うんですけども、今回その中で簡単にできる2つのステップ、2セットで小顔になっちゃいますよっていう技をですね、今日はお伝えしていこうと思います、はい、まずは皮膚をね剥がすっていう、皮膚を剥がしてから、それからですね、この筋肉ですね、硬くなった筋肉を緩めると、でさらに小顔にしたい方は筋収縮もやっていただければいいんですけど、まあ、最悪ですね、ほぐして剥がしてほぐすと、これだけやっていただければ小顔になっちゃいますので、ぜひそれをですね、はい、もう、そうですね、3分かからないです。3分かからない、3分かからない、かなりをやっていこうと思いますので、はい、ぜひ一緒にお試しいただければと思います、はい、最初にですね、はい、王子顔をちょっと自分で見ていただいて、もともと小顔なんで、これ以上もうどこへ行くかなっていう感じですけど、ちょっとどっちが、まあ、左右ちょっと見比べていただいて、はい、どっちがこう25なんで、こいつらに、そうですね、この触った時にこっちの方が張ってるっていうか下がってる感じしますけど、どうですか、ね、見た感じですよ、うんうん、パッと見ここですね、うん、ここのあたりが、はいはい、効いてないっていうか、うん、まあ、むくんでるというか、うん、ちょっと左をじゃあ分かりやすく左側をさせてもらって、うん、じゃあ実際やってない方と見比べてどれが変化が出るかを試していただければと思います、うんうん、はい、もらっている方はですね、まず自分ご自身で触っていただいたり鏡見てもらって、はいはい、両方一緒にやっちゃうと全部分からなくなっちゃうんで、最初にどっちか下がってる方で固まってる方、こちらちょっと実践していただければと思います、はい、じゃあまずファーストステップ、まず皮膚剥がしていきます、うん、で皮膚剥がすの初めてだと初めての方多いと思うので、簡単に皮膚剥がしに説明しますね、はい、まずご自身のちょっと手のひら出していただいて、こんな感じですね、でこんな感じで皮膚をこんな感じです、持っていただく、これが皮膚を剥がすって感じです、で、こういうふうになるべくこう薄くつまんでもらった方が効果があるんですけど、大体こうむくんでる方だったり固まってる方ってこんな薄く剥がれないので、そういう方はですね、なんでもう固まってる方はそのままこうグッと大きくつまんでいただいても構わないんですけど、いける方はなるべくこういう薄くつまんでいただける方が効果が出やすいので、こんな感じでやっていきましょう。これ痛いですか、痛いでしょ、これ ね全然痛くないです、本当は痛くないです、痛くないです、つまりなんで今王子痛いかというと、はいはいはい、ここ癒着してます、癒着してます、皮膚が張り付いてる方っていうのはこの人の筋膜が癒着してます、うん、でその後脂肪もたまりやすくなります、血行悪くなります、リンパの中であります腕むくんだりとか、腕の筋肉がちゃんと働いたらどうですか、そういうことなんですね、です、はい、なのでしっかり皮膚を剥がしてあげることによって、そういった詰まりだったり血行だったりリンパだったり神経だったり筋肉が働きやすくなったり、神経、神経は神経、簡単に言わせて、簡単に言わせて、はい、はい、じゃあまずはこの、王子のこの辺りですね、全体的に剥がしていきますので、一緒にやってみてください、はい、まず皮膚を持ちます、皮膚を持っていただいて、こんな感じで皮膚を持ち上げていきます、で、まずね、こんな感じで持って、最初この辺りっていうのは、まあ、癒着してないんで、こんな感じで皮膚持ち上がると思うんですけど、この辺り、さっきからちょっと固まってる部分で、こんな感じで持ってもらったら、ちょっと痛い感じで、張り付いてる感じですね。で、こういうところっていうのは、筋膜が癒着してます。で筋膜が癒着している、神経の通りが悪くなっている、血行が悪い、リンパの中が悪くなっている状態です。で、これこのままですね、ほぐしていっても、これ筋肉もほぐれにくいし、脂肪とかですね、それから血行も良くならないので、ここをですね、軽くこんな感じで持ち上げていきます。で、結構このね、口の、マニュアルデッドラインですね、この辺ができるところ、ここ辺もね、結構癒着してる方多いので、まあね、そうですね、気になりますよね、年齢的にはね。そうなんですよ。で、ここもね、しっかりこうやって皮膚を持ち上げてあげます。結構厚くつまむんですね。僕めっちゃなんか皮膚だけをつまもうとしてたんですけど、違うんですね。ポイントはこう持った時にですね、うん、こういう感じでつまめる範囲があるんですね、はいはいはい、皮膚とその筋膜の癒着を剥がしていきたいので、うん、ちょっとこうつまんでいただいて、これでいいです最初は、うん、で慣れてくれば今おっしゃったようにもっと薄くつまめます、
そういうことですね、はい、最初から行っちゃうとですね、はいはい、初めて行かれる方は最初はそれやっちゃうとかなり痛くて、あ、痛たたってなっちゃうんで、最初はもうこんな感じでだん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 慣れてくると薄く、さっき見せたように手の皮膚と同じように薄くつまみますから、慣れる時はこんな感じでやっていただくと思います。でこうやってまずやっていただいて、ある程度剥がれ、皮膚の癒着が剥がれてくるとこんな感じでちょっと持ち上がってくると思いますので、ここまでやっていただければ OK です。ここはまずファーストステップになります。はい、続きまして2ステップ目、筋肉をほぐしていきます。で筋肉をほぐす前に今日はちょっと一つ、せっかく王子のですね出させてもらってるので、本に載ってないですね、ワンポイントも。あ、本当ですか、ありがとうございます。で、まずそのポイントは骨格をですねまず触るってことです。その筋肉をまず効かしていきたいんですけども、自分の骨がどんな形になってるかっていうのがまず脳がねよく分かってないんですね、これって。で顔を細くしようと思うと、この骨格の情報っていうのを脳にしっかりインプットしてほしいので、まずこう骨格をしっかり触るようにします。でこれ簡単です。こんな感じでまず骨格をグーッと捉えていただいて、骨がこんな感じになってますよっていうのをこうやって触るだけです。でこう触ることによってこの感覚入力ですね、骨がどこにあるか、筋肉がこんなどんな状態になってるかっていうのがより脳に情報が入りやすくなりますから、こんな感じで触っていきます。ずーっと当てていくと、だん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 手が、ね、奥に奥にこう入り込んでいく感覚になっていくと思うので、これを大体15秒から30秒ですね触っていきます。でこうやってやってあげた方がよりですね筋肉がほぐれやすくなってきますので、こうやってまずはしっかりほぐす前の準備ですね、これをやっていきます。これなんか目をつぶった方がこう意識集中できますね。そうですね、目をつぶった、できればですね、その骨の位置をしっかりご自身で分かってもらいたいんで、目を開けてやってもいいんですけど、王子やってるように目をつぶってやっていただいた方がより骨格を意識できるので、うん、OK、 もうこれだけでいいです、はいはい、でこうしていただくだけで王子どうですか、ここでも多分だいぶなんかもう上がってるので、この状態で見ていただけると王子じゃないんですけど、触ってでその情報が脳に入るだけでこんだけしちゃいます。めっちゃ上がってる。でこれがその神経を使ってるその施術になってきますね。詳しくはまた動きがあったらまたお伝えしたいと思うんですけ ど、 簡単にこうちゃんと触ってもらって、骨がどこにあるかっていうのをインプットするだけで全然これ効果変わってきます。でこの状態でも上がってるので、さらにこれを効きやすくするためにほぐしていきます。でほぐし方も簡単です。今触っていただいたところっていうのはこの骨でいうとこの部分ですね、ちょっとこの下顎骨っていってこの部分を今グッとこういうふうに手で押さえていただいて、この情報、骨がどこにあるかって情報を脳に上げて、今こういうふうに結果出ているんですけど、今度ここについてる筋肉があります。これは後傾筋って筋肉です。ここをですねほぐしていくって方をやっていこうと思います。でほぐし方はもう簡単です。もう指3本ですね、さっき言った骨ですね、骨にピシャッと当てます。これをポイントは骨にちゃんと当てるってことですね。でこれをさらにこうピシッと骨を当てていきます。で骨を捉えていきます。で骨を捉えていってぐーっと奥に行くと指が止まります。でここまでぐーっと指を奥まで入れていきます。そうするとこう筋肉の付け根がこういうふうに触れるんですね、こうやって。でここをですね触っとここまで筋肉をしっかりこう圧迫して筋肉のこう形状を捉えたら、ここでですね横方向にほぐします。横方向にほぐしていただいて縦方向です。横方向、縦方向、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 これで OK です、はい、これで見ていただくと、さらにですね先ほどと比べて右と左ちょっと触っていただいて、もうなんか厚みがないですね。厚みがなくなり、かつそのより無駄なそのついてた脂肪だったりとか血行悪くなってるところだったりとか、あとは触ったことによって神経が活性化しますので、神経が活性化するとこの筋肉が働きやすくなるね。でちょっと口開けてもらってあわあわってなると、おそらくこっちの働く感覚と右の働く感覚絶対違うと思うんですよ。こっちでも重いでしょ、力強いですね。ですよね。そうするとこうやって働くことによってより脂肪が燃えやすくなるんですね。で脂肪が燃えやすくなるとより勝手にですね顔がですねスッとこう細くなっていくと、そういうことですね、いう感じになってきますので、意識でも上がってるそうですね。これが大事です。人間の体っていうのはまず感覚がしっかり入ってこないと細くなったりとか、しっかり筋肉も働きにくい状態になってきますので、まずしっかり感覚を入れてもらう。感覚を入れる
とより筋肉が働きやすくなってきて、日常生活でも感覚が入ってる方がより働きやすくなるので、うん、普通に喋っててもよりね、あの働いてる分当然あの代謝は上がってきますから、いらない脂肪を燃やしてくれるので、それでも一石二鳥みたいな感じですね。そっちがすごいね、意識されてる感じがします。本当にこれはね、本当にこれ大事で、僕がいつも言ってるのは、全身をこう意識して自分の体がどこにどうあるかっていうのを意識することが大事なんですね。でこれが分かると自分の体をどんどんこう使いこなせるようになってくるんで、使いこなせればなるほどですね、どんどん自分の体が良くなっていくし、自分でですね体をどんどん良くすることもできるので、ぜひね、この感じ、今日は軽くお伝えしましたけども、やっていただけると非常にありがとうございます。ユーロ先生の場合は、大分で整体、はい、そうです、僕が、総合整体って感じで、はい、小顔の場合は小顔を専門にやってるんですけど、ね、僕の場合はもう小顔だったり、ほうれい線だったり、目のたるみだったり、はい、それこそ頭蓋骨の矯正だったり、はい、背骨の矯正だったり、まあ、いろんなことです、体にまつわる、全部の上から下まで、全部の状態を見させてもらう。源流先生の方も YouTube でもうまあまあバズってますもんね。僕も見させていただいて、なんか憧れて、あすごい。先生もね、今聞いてもらって分かると思うんですけど、すごい分かりやすいんですよ。いや、本当に。今僕ちょっと iPad とか持ってきてないんで分かんないんですけど、はい、まあ、iPad を使いながら、ちゃんと筋肉がどこ、骨がどこって言いながら、これがね、大事なんですよ、ね。こちらの本でも書かさせてもらってるんですけど、例えばこんな感じで、どこの筋肉を意識するかだったりとか、こういうのがちゃんと分かった上でですね、実践していただくのと、ただなんとなく腰が痛い、腰をももってやってるのとは、結果はね、まるで違うんですね。意識が大事、はい、です。今ちょっと出てしまったんですけど、あ、はい、初の、はい、あ、そうそうそう、ハガトレという、はい、初出版でハガトレっていうですね、はい、今回角川さんからですね、はい、すごいですね、出させてもらう本になります。初出版で出させてもらいます。で今言ったように本を見ただけで誰でもですね、簡単にできるような内容になってます、はい、でどこの筋肉をほぐすのかだったり、どこの例えば皮膚を剥がすのかっていうのを全部この図印で書いて写真に貼ってるので、はい、これ見ていただければそれを真似するだけで効果は出るかなと思いますので、これ結構 YouTube でも流してる情報も入ってる、入ってますね、あ、入ってます、テキスト化してるので、 YouTube ってなかなか止めてみたりとかしないといけないかもしれません。そう、テキストにまとめてるので、はい、全身が入ってます、上から下まで。だからちょっとわからないなと思ったやつはやっぱり YouTube を見ながら一緒にやった方がいいですね。一緒やっていただけるとさらにいいですよね、わかりやすい。まずは簡単に時間がない方はこれでやっていただいて、さらにお時間があってもっとここでなんとかしたいって方は僕の YouTube を見ていただけると、はい、そこに全内容が書いてますので、言ってますので、合わせてやっていただければと、はい、思っております。源流先生の、はい、整体院の情報とか、はい、チャンネルもこの、はい、これってネットで買えたい、これ、はい、Amazon のリンクをちょっと後でお伝えするので、はい、リンクが飛ぶと思いますので、はい、よろしくお願いします。あと全国の書店でもこれ置いてますので、ぜひお手に取っていただいて、まず見るだけでも結構ですので、はい、あ、こんな人がいるんだなみたいな、こんな方法があるんだなっていう一つのですねやり方としてやっていただければと思います、はい、ありがとうございました。もうすごい発見がありました。ありがとうございます。はい、じゃあ今回はね、はい、動画がね良かったと思う方は、はい、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ケンデ先生の方も貼ってますので、はい、ぜひ見てください。はい、お願いします。はい、今日はありがとうございました。エイジ学のステルケアはブラギャー。